おはようございます、元木さん。昨日はお疲れ様でした。夕べの巫女舞、ご覧になられました？やっぱり元木さんにお願いして正解だったわ。そろそろ拝礼の時間ですから、元木さんも顔を洗って拝殿の方へいらしてくださいね。みんなもう集まっていますから。ではみんな、おはよう。それじゃあ今日も一日よろしくね。元木さん、ありがとうございました。寝坊せずに来たか。昨日の今日だからな。てっきり寝坊するものと思っていた。そうか。
らくダメだろう。いろいろと思うところがあってな。それよりもとき、こんなところにいていいのか？確か祭りが終わったら帰ると言っていたはずだが。おじさま、元木君がいいというのなら私は大歓迎だ。好きなだけいてもらって構わないよ。いえいえ、こちらこそよろしくお願いしますね。でもどうして休みを延ばしてまでここにいる気になったのかしら。琥珀ちゃんに？そうか、琥珀から聞いたのか。見合いが好きなんですね。なるほど、ふるさとを思う心は大切だ。それはとてもいいことだと思う。なんだか元木さんにそう言ってもらえると私も嬉しくなっちゃうわね。でもすまなかったね。悪気はなかったんだが、結果として元木君に隠し事をしてしまった。そう言ってもらえるとありがたい。ええ、よろしくお願いね。よろしく頼んだよ。なるほどな。私は余計なことを言ってしまったか。そう思ってくれているなら何よりだ。あ、こちらこそ。ああ、いいんだよ。どんどん持ってきてくれないかな。年始に焼くのは一年中絵馬を管理できるようなもっと大きな神社なんだよ。太宰府天満宮なんかでは古刹小納祭といって、そのためだけの祭りまであるが、うちみたいな神社では管理できないからね。では通例年に2回は焼きます。年の初めとお盆の頃に。久根もだいぶ元木君に見込まれてるな。
娘ですから。おい、さっさとエマを集めるぞ。らしくないことを言うな。私はろくな努力もせずに何でもかんでもすがろうとするそのたるみきった精神が気に食わないだけで、神頼みをすることが悪いなどとは一言も言ってないぞ。そうだ、そんな気持ちがあったら巫女など務まらぬ。長くかけられていれば願いが叶うといったものでもないだろう。それにおじさまと久音さんがちゃんとご祈祷しながら小脳する、何の問題もない。うるさい、部外者は黙っておれ。おじさま、私ダメだよ、琥珀。今のお前ではやはり脆い。久音、言ってくれるか。言ってまいります。若宮子に鬼が出て、
鬼とは人であって人にあらざるもの、歪んだそして歪められた人のことだよ。古い話だ。久根が行けば収まるだろう。案ずることはないよ。さて、久根の帰りを待つとしようかな。元木さんには光が見えるんですね。今の光は魔を封じていただいた神様たちの姿です。娘ですから。人は誰でもそういう力を持っています。例えばみんな絵を描くことができます。でも、うんと上手に描ける人と、そうじゃない人がいます。上手な人は、絵を描く人になります。私は、皆さんよりも、少しだけ神様にお願い事を聞いてもらうことができます。ただ、それだけなのです。そうです。だから私は、看板娘です。神屋が形を伴ってこの世に出てきてしまった姿のことです。そうかもしれません。はい、きっと
でも以前より力が強くなっているようで気になります。秋に宮愛は廃村になってしまいます。でもこれは内緒ですから。神屋というよりこの土地すべてです。木にも山も草もこの地に根付いてずっと命をつないできた者たちの嘆きも、吹き抜ける風や雨だれの雫の中に私は聞くことができます。血が死ぬということは、ずっと営まれてきたその周囲との命の巡りを断ち切ることでもあります。何も起こらなければいいんですけど。お帰りしたね、元木君も。ただいま戻りました。うん、どうだったかな。はい、一応封じましたが、草も木々も皆ざわめいています。ざわめいてるか。もちろん土地を沈めるための祭祀は行うが、それとは別にした方がいいかな。できればその方がいいと思います。後で相談しよう。はい、汚れに触れましたので水漏りして体を清めてまいります。そうしなさい。はい。元木君は大丈夫だったかな。それなら問題ないだろう。この世にはね、まだまだ一般の人には認知されていない事象がたくさんあるんだよ。あえて目を背けているとも言えるかな。でもその根は深く日常に関わっていてね。例えば疲れたというのは狐つきの疲れただから、本来はくたびれたが正しいとかね。
私には無理だよ。イタコやユタ、力を持つのは古くから常に女性だよ。大陸から仏教が入ってきて、この国の文化は大きく変容してしまったんだよ。帰らせたよ。心が乱れていたからね。明日はまた来るよ。気丈に見えるが、琥珀はまだ脆い。君も知ってると思うが、あの子に御神刀を持たせないのもそのためなんだよ。キサネと琥珀では基本的な力の質が違う。いくら琥珀が精進しても魔封じはできないよ。剣の道を極めることができる。いや、大事なことだと思うよ。剣の道のみが剣道にあらず。太刀を知らなければ、それは井の中の蛙と同じだよ。何かを極めることは真理へと通じる。何をやっていても到達できる真理は一つだよ。それは聞かれて答える内容ではないかな。それを会得する過程を経て、初めて真理は血肉を備えた生きたものになる。剣の道を極めることができれば、この地に救う古からの呪縛を断ち切ることができるかもしれない。そう、キサネの力では抑えるのが限界だろう。でも琥珀ならある日はと思っていた。個人的なゆかりが強いものは、そのゆかりがあるものでなければならない。すでに知っているようだから説明はしないが、この地の若宮は全て琥珀にゆかりがある。だからあれらを断ち切るのは琥珀でなければいけないんだよ。さて、二人しかいなくなっちゃったけど、エマの性能終わらせてしまうか。